20時間ほど前に、Twitter のリプラインで誕生日をお祝いしていただいたものです。あおみおめって、あの半角カタカナで書いて人ですね。はいえー、い一日ありがとうございます。質問なんですが、数年後、海外旅行として社会主義国、または日本と文化がかなり異なる国に行きたいという考えのもと、キューバを訪れたいと思っているんですが、キューバの次はどこがおすすめだと思いますか、えっと、あえっと、北朝鮮はなしにしてくれると嬉しいです。北朝鮮って言おうと思ったんですけどあの、あとミャンマーが面白かったんですけど、今もう治安悪すぎてミャンマー行けないんですよね。 で社会主義国でいくと中国って社会主義国なんですけど表向きねただまあどう考えてもあの国って資本主義よりも資本主義なんでなので本当にその社会主義的な面白さを味わうのであればミャンマーとキューバーと北朝鮮以外残ってないんじゃないかなあとねあのフランスも実はめっちゃ社会主義国なんですよねあのまあ基本クビにするの難しいよねとかがあって あのそのブレグジットとかがあった頃にそのイギリスの,あのマークス・アンド・スペンサーっていうスーパーがその、えー、とフランス国内に80店舗ぐらいあるのかな で、そのもう、ブレクジットもするから、俺ら20店舗閉鎖してクビにするわっていうのを言ったら、わかったわかった、あの閉鎖するの全然いいけど、あのクビにはできないから、閉鎖した後も社員はずっと雇い続けるのって言われて、あの閉鎖にするのを諦めたっていう、まあ、何店舗か閉鎖したらしいんですけど、っていう、あの、社会主義的な強さがある国なんですよ。要は、その、働いてる人をクビにするのってめちゃめちゃ難しいんですよね。日本とフランス、どっちの方が難しいのかな あのフランスの場合ってその会社が潰れるぐらいの影響じゃないとなかなかクビにできないんですよね。要はその他の事業がうまくいくんだったらそっちで雇うべきじゃんとかっていうのはあの平気で言ってくるのでなので,でそのあのまああのバカンスで1ヶ月とか休むのは当たり前だしその勤務時間が終わったら帰るのも当たり前なのでなのでその勤務態度が悪いとかってクビにするの不可能なんですよね。 なので、あのもしその社会主義を見たいのだったらフランスに来てくださいになるんですけどただぱっと見はその要は働いてる人の勤務状況みたいなのは見えないので多分あの普通の資本主義国にしか見えないので多分あの社会主義的な面白さは一切ないと思うんですけどただあの雇用とかをやろうとするとあのものすごい社会主義な部分があるのでマジはあのフランスで会社を作って人を雇うとかやりたくねえなと思ってます。はい